こんにちは。トリックアートが大好きな相澤です、ね。トリックアートいろいろありますけれどもね、私も何度か美術館でもいろいろやってると見に行く癖があります。で、今日はそのトリックアートとはちょっと違うんですけどもね、作詞アートとでも言いましょうかね。これは明治大学の杉原先生の、考案した作品をご紹介いたします。はい、変身立体というね、作詞アートの一つですね。これはまあご覧になってわかるように、丸お団子みたいなね、感じの3つ、それからこれも丸ですね。で、これも丸が6つ、連なっています。これ矢印。ね。これをですね、ひっくり返してみましょうか、まずね。この矢印ね、ひっくり返しますよ。はい、ひっくり返しました。あれ？矢印はこっちへ向いてましたね。はい、もう一回こうしてひっくり返すと、またこっちへ向くと。ね。じゃあ、これはどうなるでしょうか。丸が6つ。ね。はい。ひっくり返しますね。ひっくり返しますよ。はい。あれ？四角くなってしまいましたね。同様に、じゃあこの丸は？はい。あれ？四角になってしまいました。これは？ひっくり返しますね。ひっくり返しますよ。はい。なんと、お団子のような丸3つが、はい、四角形、五角形、六角形になってますね。これが、杉原先生、杉原幸吉先生、明治大学のね、作詞アートなんですね。で、ここに、はい、鏡がございます。鏡を見ると、はい、お分かりでしょうか？はい、鏡を見ると、はい、矢印は逆になり、ね、元あった絵がこの鏡の方にありますよね。丸が四角になったり五角になったり、丸が6つだったのが四角が8個になってるのかな、ね、ということで、まあこれもね、コンピューターで割り出してこの形を作ると不思議な形ですね、これね。はい、こうなってますよ。こういう形、こういう形でこうなってます。これなんかは四角だと思っていると丸くなるけども、こうやってみるとわかるかな、わかりやすいかなね。ものすごいこう計算の上で成り立った、素晴らしい玩具だと思います。玩具として杉原先生これ考案したかどうかは知りませんが、とても面白いもんだというふうに私は思います。ということで、本日は真面目に、科学のね、お勉強みたいな感じもありますけれども、はい、杉原先生の作詞アート、変身立体をご紹介いたしました。よろしかったらチャンネル登録をお願いいたします。